橋本家上京記念日。3月30日は私が親の反対を押し切って夢を追いかけ上京してきた上京記念日。行ってくるね。などか体にだけは気をつけやんばい。家族、友達、みんなに見送られて生まれ育った故郷は飛び立ちました。気をつけてね。悪か男に騙されちゃいかんばい。その日の夜、のどかの部屋で一人お酒を飲む父。数ヶ月後、これが橋本家の家庭内別居の始まりだった。行け歌うか。新しい家族。テレビの図鑑、いつもは叩くと作っちゃけど。お父さん、のどか、これでテレビば買ってきてほしかと。ただいま、犬買ってきたよ。わっ、はあ、いっちょんつかん。まだ、はよ、目があったっちゃもん。オーディション。ラジオのオーディション。同じ夢を追うライバルたち。歌う人、スラスラと早口言葉を言う人、特技を披露する人。私には何があるんだろう。歌？アクロバット？楽器？あ！皆様こんばんは、橋本のどかです。今日から番組を担当させていただきます。オーディションで両親の家庭内別居の話をして1位になりました。あ、幸せな家庭内別居なんですよ。